立浪監督、石川、細川は勝ち取った4番ではない。やっぱりうちはビシエドのチームなんですよ。4番に据えたビシエドが敵地だ。若い選手に打たせてきましたが、実力的に勝ち取った4番ではない。ビシエドに期待を込めてというところでタイムリー2本。よかった。細川、石川昇に4番を打たせていますが、ビシエドがやってきた功績に比べると経験も含めてまだまだ細川はいいところで敵地打を出してくれていますけれど、今日は1回期待込めた。ビシエドにはまだまだ頑張ってもらわないといけない。大島が2塁打2本。結局大島であったりビシエドであったり、若い選手の中で勝負どころで頑張ってくれると点も入るし打線もつながる。例えば岡林、細川が打てないと全く点が入らない状況でやっていた。あと8回の守備から出場した高橋、周平の守備にも非常に助けられた。大きかった。タイムリーも打ったしね。何言ってだこいつ、うせやろ。頭でも打ったのかな。また新たな人格か。流行に逆らって監督がモチベーション下げていくスタイル。初戦は戸様だからね。チームの4番に戸様が座るなんて上昇球団である中日には耐え難い屈辱や。自分で追い出したんちゃうんか、本場に記憶なくしたんか。毎日別人になる男。お前らもビシエド使え、使うな使いやん。お前らと同レベルの知能ってこと。何人目の立浪が知りたい。ここまでの人格は5人くらい。一番信頼してるからこそ一番辛く当たったと考えれば筋が通ってないこともない。うまくいったけど普通は繋がった打線翌日いきなり火炎はな。立浪5人集定期。ご視聴ありがとうございました。